仲良くしてくれてありがとう。こちらこそ。いつでも会いに来てね。なんかさ、年末って感じがあんまりしない。みんなもそう？初めてツーショットチェキ。やったー。そう、そういう思い出とかも、なんか聞きたい。たくさん会いに行く、ありがとう。ね、年末って感じないよね。お部屋が全然片付かなかった。今年はサオさん、チェキ取れなかったから来年はたくさん睨まれに行きます。サオさんじゃないでしょ。サオキャンでいいよ。てはいけないがないので、あ、ないのか。今年テレビ何見るんだろう。ニコさん、大学の友達ワンマンに連れて行けたの嬉しかったね。ありがとうね。来年もなんか大きいとこでワンマンもやりたいし、いろいろもうなんかまだお知らせできてないこととかもあるけどさ、早く言いたいし、まずあれか、 NPP だ、一発目のライブ頑張る。あ、生誕祭もあるね。そう、みんな会いに来てほしいな。ツアーもしたい。嬉しい。急にやったのに100人も来てくれた。なんかそんな大したこと話してないんだけど。ありがとう。そう、今年の生誕祭、私の生誕、あれだよね。土日、どっちだっけ？お休みの日だったから、もし来れたら会いに来てほしい。で、まなちゃんとめいちゃんの生誕もあるから、あ、日曜日か、来てほしい。って感じ。とりあえずね、今年ありがとうって言おうと思っただけ。生誕祭、良いお年を。良いお年をか。なんかこの前さ、レッスン、あの、くまりメンバーで最後の、年内最後のレッスンした時にさ、良いお年をっていうのがなんかすごい変な感じした。良いお年を、あんま言う人いないじゃん、なんか、あの、なんな、言う人いない？言える人？なんかメンバーに良いお年をっていうのがなんか、あ、良いお年をか、良いお年をってなってバイバイした。今年最後に声聞いたアイドルがサウちゃんでよかった。嬉しい。やってよかった。2021年ありがとうございました。2022年もよろしくお願いします。え、お寿司だ、かわいい。パチパチ。ありがとう。今日はみんな何時に寝るんだろうね。昨日、風花が、なんか、年越しは寝ないもんね。今日が、最後の、おやすみだ、みたいな言ってて。かわいかった。あー、クロスノイシスさんの配信あるんだ。そうだそうだ。
なんか今年の写真をインスタに頑張って載せたかったんだけど、なんかね、すごいインスタ載せるなら可愛く載せたくてめっちゃ時差投稿まだまだ載せたいのあるんだけどさこだわるよね、こだわってるよね。もう運転する。良いお年、良いお年を。気をつけて、安全運転で。多分7時くらいにご飯食べる私。そうちゃんとのチェキは溝落ち。なんだっけそれ、なんかあれだよね、なんかあったよね溝落ち。お餅、お餅食べたい。いけました、おめでとう。早い早いよこんばんは。今年はさーちゃんに会いに来て、私も嬉しかった。どこの方だっけ、遠いよね。さおにこ、誕生日祝ってくれたチキ嬉しい。祝うよ。晩ご飯もつ鍋、いいな。もちフィーバー、かずのこ、わかんない、別に嫌いじゃないけど。あ、北海道、そうだ、北海道だよね。北海道また行きたい。お蕎麦食べる、焼き芋私も食べたい。あー、餅フィーバーか、1年か早っ。餅フィーバーブルー餅。くまちゃんとピューロランド、行きたいね。リベンジリベンジ、来年したい。今起きた、おはようのぞみちゃん。今起きた、絶対あれじゃん、夜寝れないじゃんフフ来年に向けてモチベ上げてこう、上げてこう。餅、餅いっぱい食べたい。何個でもいける。リラックは。こんな年末だけど、なんだろう、勉強？えらい。えらい、えらいよ、ほんとに。胃もたれしないように、食べ過ぎないようにしなきゃね、ほんと。 NPP のね、ライブ持ち時間長かったから、ありがたいことに。ちょっと食べてばっかじゃダメだと思ったあの、お正月ね、動かないと。声がオルゴールくらい痩せます。それはそんなことないよ。嬉しい、ツイキャスも聞いてくれてんの。阿弥陀くじ、違う、阿弥陀フォーチューンリリースイベント、されると思う。フライングは興味フライング、NPP 鏡開き、そう、鏡開きから来てくれる人はぜひ見てください。いつもね、緊張しちゃう。新年一発目だしさ、気合い入れすぎてもダメなの。なんか空回りしちゃうから難しい。モチベ上げてこう。さーちゃんの来年の抱負、
なんか多分去年も言ったけどさ、なんかキラキラしたい。あといろいろやってみたいな、なんか新しいこと。かわいい、かわいい。これ以上キラキラしたら衣装、衣装じゃないそれは。サングラス持って現場行きます。よしこサングラスつけてんのか。じゃ今度持ってきて、私と会うとき。キラキラ、うん、キラキラしたい。50分になったらやめるね。初見です、ジェンマです。これから初めて中本の北極。北極ってさ、普通のより辛いやつだよね。絶対無理だったし、なんか一回だけメンバーで行ったのかな、行ったことがあるの、お店に。なんかレディースセット頼んだんだけど、麻婆豆腐？麻婆豆腐だっけ？なんかすごい辛くて、私と風花、なんか私辛いの好きだけどさ、あれは辛すぎて、辛いってなった。あとね、野菜がすごかった。中本はカップ麺がいいな、私は。元旦はなんだろう、でも、家族となんか食べる。でもおせちとかそういうのはない。初詣とかもない。うち行かない。あ、もう一個タイム、あれ何の話してたっけ。あ、そうだよね、もう合ってるよね。そう、中本のカップ麺はね、急に食べたくなる。ただ食べた後捨てるのが大変で、あの辛いやつだから。いつもね、食べたらすぐ自分でなんとかしなきゃいけない。あれ全部飲めないもん。初見です、え、嬉しい。シュン、スーパーポジティブ、いいね。初詣そう行かないの、私も。辛いの好きだけど激辛は無理。年越し桃鉄、桃鉄持ってない、私。ゲーム最近やってないな。サーティアン衣装に合わせて毎日スプラ練習してます。かわいい、ネギトロ。この前会えなかったの寂しかったけど、お仕事だったのかな。疲れ。さっきフライング初詣、え、そんなんあるの。にゃん、え、にゃんって聞こえた、嘘。いないや、猫。私にゃんなんか言った。嘘、聞こえた、みんな。多分ね、下にいるでしょ、こら。やっぱりジャンプ、あ、日付またぐとき、昔はしてたけどさ、ちょっと今はもうしてないや。中本のカップ麺に納豆入れる派。なんかそれマツコ、マツコ美味しいって言ってたけど、多分別々の方が美味しいなって思ってやめた、入れる前に。あとね、野菜と豆腐はいらない。あとなんだっけ、キクラゲ、メモ取る。熊江デパートはいわきに来た時に初めてライブ見ました。また行きたい、いわき。麺だけやったことあるけど、別々の方が美味しい。やっぱそうだよね。美味しいんだろうけど。納豆はあれが好きだよ、卵の、卵のやつ。50分だ。じゃあそろそろお蕎麦を食べる準備をしてこようかな。
最後名前呼ぼっかな。呼びます。よしこ、アリコちゃん、ピロスケ、ナギ、宇宙ひも、しおこ、ユスラ、どこまで読んだっけ、リク、ショウタロウ、タカオちゃん、ウメ、ティムティム、トシエさん、マックスさん、ハーくん、ザワちゃん、あ、ザワちゃんおめでとう、パンゲアさん、イモリ、マナミ、ショウヤ、マードック、マンバケン、ゾラ、ネギトロ、アコ、ビフィ、ケンティ、サオリちゃん、タカチ、タカチ、レオパルド、ハルク、キコリン、違う、ツボさん、森さん、ヨスケ、スクリュウ、シンヤさん、カズーくん、ペンギツネ、カマチョくん、ウッチ、キコダ、アンズちゃん、シロウさん、カロネレさん、エオさん、ロシア、1回目、コウコウちゃん、オッチ、オサツちゃん、普通の民間人、ティミッティ、イナホ、コウサキ、コウメン、コピン、スクスク、カズケロ、シロクマちゃん、チャチャ、ルーポー、ルポーメタル、エリナちゃん、イーちゃん、ヨルト、ヒラッチ、ミヤマ、いつもわかんない、バーミヤンの方ブランドン、ブランドン、セットカータイガ、サバトラさん、良いお年をありがとう、配信見てくれて。来年もよろしくお願いします。じゃあお蕎麦を食べてきます。みんな早めに寝るんだよまたね、バイバイ。